坂本龍馬役のラッシンジです。この衣装1年ぶりに来たんですけれども、いや懐かしい、このウルトラミュージカル、そして超ウルトラミュージカルっていうもので再演をやりましたので、ペリーと戦う僕たちのウルトラソウルズ、どういう風にね続編がなるのか、続編もきっと面白い感じになると思うんでね、楽しみにしていただきたいなと思っております。高杉晋作役をやらせていただきます戸川洋次郎です。いや僕はですね、そのアニメの方から幕末ロックを見てまして、で、このお話をいただいた時にもう一回見返したんですね、幕末ロックを。でその時になんか、シンディの衣装を着るのかっていう感じですよね。それを今着てなんかすごい夢のようですね。この幕末ロックにですねかける思いっていうのはすごく大きくてですね、もともと僕は幕末ロックのその本当一ファンとして見てた人間ですので、すごくファンからの目線というのをすごい僕は大切にしています。僕は絶対原作のファンの皆様の期待は裏切りたくないなっていうのは第一です。本気で真理と向き合って二人三脚でこの舞台を作り上げていきたいなって思ってます。なので、はい、初参戦なんですけど糸川洋次郎にぜひご注目ください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。やったやっと長い撮影が終わりました。はい、ということで僕の中で感じが似合うかなってちょっと不安だったんですけども、鏡を見た時に自分じゃないみたいに一瞬思って、あ、これが桂さんかと思って初めましてって鏡越しでしたんですけども、着てみてよりちょっと引き締まるというか、いろんなこう歴史をなんか背負ってる感じがすごくするので、そして見てください、これもう脱ぐ準備できてますよっていう線が入ってるんですけど、ちょっと見えますかね、これバン見てて、俺もあれやりたいと思ったんで、ぜひ僕が今度バンってなった時は皆さんどんな体なのか期待しててください。ハードル上げちゃったいや久しぶりにこの衣装とカツラをつけて身が引き締まりましたね。1年ぶりにさせてもらったりメイクしてもらったんですけど、正直な感想、懐かしいなっていうのが正直な感想で、あと1年ぶりなんで、あ、もう1年経ったんだっていうのが今日やりながら撮影しながら思ってました。今日撮影がですね、みっちゃん、三谷亮君と桂小五郎役の撮影が隣で一緒に久しぶりに会って、みっちゃんが桂小五郎役っていうことで衣装とかカツラをフル装備した時にですね、見たら、あ、桂小五郎がいるっていう率直な感想ですけど、本番がすごく楽しみですし、筋肉隆々なペリーを健太郎さんがどういう風に演じるかっていうのもまた楽しみの一つでもあります。ウルトラミュージカル幕末ロック、新作待ちに待ったペリーが出てくるということで、そこにも注目して見ていただけたらなと思います。劇場でお待ちしております。無事に終わりましたね。はい、いやー、やっぱり時間が経ってるのでちょっと懐かしいなっていうのがあって、今回なんか手袋変わりましたよね。これなんか前回は白い手袋でここに防具がついてたんですけども、今回なんかグレーの手袋が新しく増えたらしくて、原作の絵でそれをつけて撮影しました。はい、ペリーさんって金崎ご存知でいらっしゃいます、面識ありますか？あ、はい、もちろんでございます。金崎健太郎さん、はい、金ちゃん、いやー、ぴったりですね。僕誰がペリーになるかなんてずっと予想してたんですけども、金ちゃんが来るとは、いや本当に楽しみです。力強い多分ペリーを演じてくださると思うんで、前回以上に熱い歌、ダンス、そして僕のキーボードを、全力で演じたいなと思いますので、楽しみに待っててください。新しいキャストの方たちと一緒に力を合わせてより良いものを作っていきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。